ちょっと。そうですね、私も気をつけないと。まずこっから、あ、でも足つきが全然違う。めちゃめちゃいい。そう、あ、これあ、だってかかとべってるですよ、今。そうでしょ。うん、あ、これ安心感あるな。でしょ。いや、こっちの方がなんか軽く感じる。でしょ。あれ怖いもん。うん、あの、重心高いんですよ。だから一番危ないのは多分ここですよ。ですよね。はい。ここで演奏してパターンっていうのが一番最悪のパターン、ね、そうそうです、そうです。軽いは軽いけどね。うん、走り出してしまえば軽いんですけど、やっぱそこの低速域が足つきの悪さと相まって、ね、ちょっと、ね、あれなんかおかしいぞ。ちょっと待って、ね。すごいスリムだな、バイクが。うん、さあ、これでちょっとアフリカツインのインプレ動画も撮れるぞ。ウインカースイッチは一番左の下、一番下がウインカーです。ああ、はいはいはい、ね。危ないやつですね。ピッてやっちゃうやつですね。そうそうそう。そっか、こういうタイプはあんま乗ってないから本当に間違えそう。ユンカがこれで、あ、なんかすごい高級なスイッチだ。ん？シフトは結構前なんだな。で、スタンドは大丈夫。あ、でも全然この足が、はい、行けまーす。あー、おー、やっぱ違う。あ、やっぱちゃった。石井さんが行ってる先からキャンセルしようとして、間違えないでねって言ってる先から自分がやってます。面白い。あー、すごい安定してる。軽い。あ、本当だ、確かに重い。ここですよね、あの白バイの人とかよくいるのは。あ、そうなんですね。うん、今日はいなかった。おー、でも安定感がいいな。これってクイックシフターついてんでしたっけ。いや、ないですよ、そんな。あの 250cc バイクだと思ってください、装備は。分かりました。はい、なので全部、そう、本当そうですね、 CRF の 250cc と変わらないですね、装備的には。あ、それ以下だ。あの、スリッパークラッチもないですもん。なるほど。はい、だからクラッチって割と重いっすね。はい、なので、あ、っていうかこれ、そのクイックシフトあるんでしたっけ。あります。え、じゃあカチッてやるだけでいいんですか。アップはね、2000回転以上だったら大丈夫です。これ何回転か今分かんない。なんかメーターが波になっちゃってるから、ね。はい、あの、左手の人差し指を伸ばしたところにあるスイッチ、はい、手前に引くと、はあ、2つあるスイッチの、あ、なんかあるスイッチを手前に引くと画面が切り替わります。本当だ、かっこいい。37キロ、2000回転だ。ダメだ。なるほど。それでダウンはスロットルを完全にオフにしてれば、別に回転に関係なくダウン。あ、そうなんですか。オフにしてれば、じゃあちょっとスロットル戻してれば。はい。あ、本当だ。おお。止まるときはもうスロットルオフにしたらパンパンパンってあの前を蹴っ飛ばせば。じゃあもう左手使わないですね。ね、ねえ、でも無意識まだ使いますけどね。ああ、まあそれはやはり慣れてる方はいっぱいいますね。やっぱもみじ色ロード。見えてる人たちが。うん。あれですよ、紅葉と。え？細くて。細くてしづらい。細くて。意識しないとタンクがないですね。ああ、なるほど。はい、そっちは普通にまたがってるとタンクがついてる。そうですね、確かに。馬に乗ってる感じがしますね。うん、乗馬感が高い。敷きが良ければ問題ない。こんなに違うとは思いませんでした。全然楽でしょ。全然楽。もう本当テネレはね、怖いなと思って。怖い、確かに。ちょうどあれですね、1年1万キロのペースですね。そうですね、乗ってる方ですよ。
ねえ、そうですよね。また CB1300 年で3万キロしか走ってなかった。それはなんか私の S2000 みたいな。乗らなすぎね。確かに。車検証にあの距離が出るようになってから、はい、前の車検から1500キロしか走ってねえぞとかね。おお。それ2年間で数回しか乗ってないってことですね。そうですね。でも結構持ってたんですよね、その8年。18年か。おあんま古く感じないですもんね、 CB だとね。そう、変わんないですからね、うん、それがいいとこです。なんかちょっと遅いですね、ペースがね、さすがに。ハンドルの位置とかどうですか、手寝れば。そんなに違和感はないですけど、はいはい、私の感覚のせいなのか、ちょっと左が遠い気がするんだけど、別にねじったりしてないですもんね、これ。ああ、やっぱ思います。私もね、左が遠い気がするんですよ。うん、だからそれね、アメリカはそんな感じしないでしょ。しなくて、ハンドルのそのグリップを太くしてるんですよ、右側だけ。はいはい。それは多少あるのかなと思ってるんですけど。うん。もしかしたら、うん、もしかしたらねじれてるかもしれません。あれもいじってるんで、フォークの突き出しとかもいじってるし。うん。でもそんなずれますかね。ですよね。ただ突き出し変えるだけだ。下は、まあ、でも下も緩めてるのか。でも左右一本ずつやってるでしょ。ん？左右一本ずつっていうのは？あ、ずらし方ですか？ホイール外さないから同時にずらして。はい、両方ずらしてそのまま。ジャッキ上げといて。ジャッキでやってますね。でも普通まっすぐやればねじれないですよね、力加えなきゃ。だと思うんですけどね、わかんないです。アフリカツインは2気筒なんですか？2気筒ですね。うん、2気筒270度クランクですね。あ、これもそうなんですね。はい。最近はもうそのクロスプレーンがやっぱ流行りなんですか？なんでしょうね。スロードとか、まあ、うん、ロードもそうなんですけど、はい、グリップしやすいっていう話ですよね。加速の時に。はい。はい。うん、でみんなクロスプレーンになってるなと思って。はい。今度出るトランザルブもそうだし、あと V ストロームのいくつでしたっけ、750、800、かな、うん、これも270度くらい。そうですね、うん、だからみんな同じだと思って、意外とアフリカツイン軽いな。走り出しちゃうか、軽いですね、足つきいいしね、うん、全然確かに手寝るより手寝るより、そうそうそう。おかしいな。なかなか手強いなと思って、またがった瞬間に、はい、止まるときに意識しないと怖い。そうですね、止まるときと、あとね、やっぱ右側に倒れそうになったときが怖いですね、はい、はいはい、うん、意外と足つきが悪いので。そうですね、まあこれだけかかとがつけば安心。今さんの身長なら全然大丈夫です。はい、私だとちょうど、はい、ちょうどかかとですね。これサスペンションってなんか調整機構あるんでしたっけ？あ、ありますよ。左側に、はい、上下のと左右のなんか十字みたいに矢印があると思うんですけど、はいはいはい、その上と下で、はい、こうセッティングがくる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 回る感じですね。あ、そうなんですね。よくわからない。メーターにしてます。メーターになってますね。そうするとアーバンとかオフロードとかって画面が変わりません。ほうほうほう。上下押すと。ちょっと待ってください。道路状況が、はい、左のスイッチの、なったなった、うん、アーバンですね今、はい、アーバンがね、まあ、普通の街乗りみたいな、はい、でツアラーだと馬力が上がってサスが硬くなるんですね。へえ。でオフロードになるとサスが柔らかくなるんです。あ、今ユーザーになってた。ユーザー2、1、あ、これなんか、あ、オフロードになった、は
これだって柔らかいんですか。柔らかいですね。しばらくするとさすがオイルが抜けて柔らかくなると思います。へえ、すごい。パワーが少し絞られて、はいはい、で ABS の設定がオフロード用 ABS に変わる。はいはい。おお、スピードがあんまりわかんない。そうですね、ちょっとこう3、40キロだとちょっとね。さすが今日はもみじロード人多いですね。今週ぐらいが最後じゃないかみたいなね。ね、本当に、ね、うん、まあそれもあってこっち来たんですけど、はいはい、グリップヒーターがあったかいし、ね、結構ですね。冷たくないですかグリヒ。グリヒは大丈夫ですね。冷たくはないですね、うん、グリヒ本当変えるんだったらあのスイッチを教えします。はい、大丈夫です、ありがとうございます、はい。そう、でも、まあ、結論から言うとそのヤマハのグリヒあんまり良くないですね。そうですか。まずグリップが細いのと、はい、あとそのグリップ自体がグリップしないっていうね。あ、中華グリップによくありがちだね。そうで、あれダメじゃんと思ってテネレの純正のグリップを見たらちゃんとね滑り止め加工されてたんですよ。うん、ああやっぱり純正よくできてるなと思って。でも純正オプションじゃん、これ。そうだけどほら多分ロード用なんですよそれ、もともとオフロード用じゃないから、あ、合ってないなと思って。アフリカのグリップは大丈夫ですか。うん、これはあ多分ね腕の角度とちょうど合うんでしょうね。だから全然あの手首とか不自然な角度にならないから今のところ大丈夫ですね。よかったですね。うん、ちなみにクルーズコントロールは右手の親指のところ。本当だ、ついてる、いいな。下に押すとオンになりますね。最高ですね。はい、で、あとアクセルを戻すにブレーキを踏むと、はい、あのキャンセルされる。キャンセルされるんですね。すみません、私もクラクション鳴らしてしまいました。ウィンカー出そうと思ったのに。ウィンカー出そうとして。はい。とっさの時はやっぱダメですね。そう、体に染みついた癖が出ますよ、うん、結構降ったんですね、これ。そう、降ったんですよ。全然知らなかった。ママさんたちは降られたんですか。あ、降られました。あ、本当に。はい、で降られて、あーでも天気回復してきたねって言って矢先に鶴雲古典コメリーゴーっていう。コメリーにあれですか、あの回避してたってこと。コメリはその焦げちゃったからあの工具を買おうと思って、はい、でも工具いいのなかったっていうか高かったんでやめちゃったんですよね。あ、なるほど。あ、クロスプレーンっぽい。だからパワーこれあるけどやっぱり車両重量のせいなのかあんまり加速が速いとは感じないですね。そのテネルと比べと、うん、あんま同じぐらいの加速って感じ。こっちだって百何十馬力ありますよね。100馬力ぐらいじゃなかったですよね、うん、100馬力か。テネルはちなみに73馬力ぐらいですね、はい、軽いからね。 あとあれだ、オフロードにしてるからだ、モードを変えないと。そうそうそう、アーバンでしたっけ。アーバンかツアーが一番バイキが出ますね。ツアーじゃあちょっとツアーにして3速で中間加速を。ああ、ありますね、トルク感。うん、あと意外とこう いいっすね、サスペンションもちゃんと動く。あ、入ってます、回ってます、はい。確かに自分の姿をね、晴れ姿を撮っとかないと。晴れかどうか雨姿、雨姿ね、路面のほら濡れてるし、うん、濡れてるし。もう絶対藤井さんに言われますよ、ほら野間さん来るから雨降ったじゃないって。この右のミラーについてるのがこれ回ってるんですか。そうです。なるほど、じゃあこれも近いと。はい、似合ってますよ。 ありがとうございます。じゃあ風来なくていいでしょ。風来ないですね。これでやっぱり宗谷岬行きたいですね。まあテネレより足つきいかないし。そうそうそう、いや本当テネレはね絶対無理だなと思って。確かにこれ手首疲れるね。そうなんですよ。もうちょっと手の
ちょっと角度、ハンドルの角度がね、広すぎるんですよね、このフラットすぎるっていうか。それでもあのハンドルの位置をちょっと手前にしたので、まあ、多少は良くなったんですけど、まあ総合すると全然アフリカツインの方がいいな、体に合う。やっぱこれ日本人に合わせてるのかな、アフリカツインは。大会ですか。いやこれ全然あのポッと乗ってもあのしっくりきますね。それがやっぱホンダです。あれかな、やっぱ AX さんに慣れすぎちゃったのかな。ホンダの体になってる。そうそう、体の形がホンダになっちゃってるんだ。そういうことか。手首が作って手の筋肉痛だな。そうなんですよ。なんかね、疲れるんですよね。そう、抜けてる、抜けてる。ああ、いいな、アフリカツイン。全然軽いですもんね、こうやってね。ねえ、本当に。あ、この信号の先です。はい、こっちから来たわけね。はい、ニュートラル。やっぱりこう癖で。あ、すごい、地面が近い。地面が遠い。地面が近い。お尻をセットしましたよ、地面に。正解です、さすがです。はい、青でーす。そう、あの、ハンガー8、ようやく看板ができたので、見落とすことがなくなりました。なるほど。はい。それまでは、結構ね、分かんなかった。ここですね。これが看板なんだ。やってるように見えない。はい、ここです。これ、おじいさんのお家の敷地の一部なのか。ではないです、はい、違います。あ、なるほど、なるほど。はい、これは料理屋には見えないな。うん、しかもあのあそこ窓閉めてるから、ね、ちょっとね、分かりにくいしね。よいしょ。はい、近い。あ、ギア入れっぱなしです。よいしょ。いやなかなか良かった。いやいや、軽い足が軽い、足つきが悪い。軽いけど足つきが悪い。いやいやいや、まあ無事で何よりです。はい、ありがとうございます。はい、あ、木はすみません、つけっぱなしになってます。はいはい、はい、良い経験をさせていただきました。いや、こちらのことです。ありがとうございます。これでもう一ネタ増えました。